はい、えー、それではですね後半パートも頑張っていきましょう、えー、後半では先ほどお示した、えー、とガンマ関数とベータ関数のこの関係式を証明していきたいと思います、えー、とこの証明でまず用いるものはあです、ねえー、と皆さんなじみ深いオイラーの第2種積分ですね えとまあ、最初の方の講義で勉強しましたけども、あの式1.1、オイラの第二種積分、式の形としてはこれになります。こんな形になりますが、えー、とこれをです、ね、使っていきたいと思います。えー、どういうふうに、えー、とこの式を使って、あのー、証明していくのというとですね、えー、とまず変数変換していきましょう。えー、とどういうふうに変数変換をするかというと、あのー、s イコールルート t、つまり、えー、とこの式でいうとこの t を S2 s 乗というふうに置いてあげてください。よろしいですかはい。まず変数変換をします。で、この S イコールルート t と置いてあげて、計算、求めてあげるとですね、この1.1が1.2に、こんなふうな式に変換ができます。ガンマ X イコール2インテグラル0から無限の E マイナス S2 乗乗け s の 2X-1 乗 BS と。 はい、えー、とこの式ですね、また後々出てきますので、えー、よく押さえておいてください。えーまあ、これは単純に、えー、とこの t を s2 乗と置いてあげましたよと。でこちらの t も s2 乗というふうにしてあげて、計算をしてあげるとこんな感じでます。2がつきますけどね。はいよろしいでしょうか。で、この式から、えー、次に何をするかというと、1マ x が、えー、こういうふうに書けますので、ガンマイとしたものはどういうふうに書けるかというと、 単純にこの x を y に置き換えればいいだけですよね。はい。ということで、ガンマ x とガンマ y がそれぞれ求まるので、それらをかけてあげます。そうすると、こちら側がガンマ x ですね。えー、2がインテグラルの e-s2 乗乗かけ s の 2x-1 乗 ts と。こちらがガンマ x と表しています。で、次のこちらの方がガンマ y を表しています。え、先ほど x? を y に置き換えるべきだと言ったのになぜ s が t になってるんですかとはい、えー、疑問をお持ちの方これはですね大したことじゃないですえっと同じ s という文字を使ってしまうとあのこんがらがっちゃいますよね一応ですねこれはガンマ x とガンマ y という別の関数を表してますので同じ変数だと混乱をきたすので t というふうに文字を置き換えましたよとそれだけになります はい、別に t じゃなくてもいいですよ。あ何でも構わいいませんが、ここでは t としました。はい。ということで、こちらあ、これら2つのガンマ x、ガンマ y の積を計算をしてあげますと、えー、さらに整理ができて、4、インテグラル0から無限の括弧、ダブルインテグラルでめんどくさいですけども、インテグラル0から無限 e-s2 乗乗をかけ s2x-1 乗 ds かけることの、こちら側がそのままスポンと降りてきて、e のマイナス t2 乗,乗かけ t の 2y-1 乗 dt と。 なります、はいえー、この後はどうなるかと,、えー、っとお気づきの方もいらっしゃると思いますがこれを頑張って計算していきましょう、はいえー、どういうふうにやっていくかということですけどもまずちょっと一回ね EST というのがあのいろいろとごちゃごちゃしちゃってますので一度整理してあげますそうするとこんな形ですねあのもう最初に S で積分をしますということで一回ここでくくってあげました t のマイナスス2乗を足す t2 乗乗とかって感じでですね、整理してあげて、はい、えー、こちらのような形になればあいいという話です。で、次にどうなるかというと、これらね、あのー、至って分かりやすい、分かりやすくはないかもしれないですけども、整理ができてる形なんですが、ここであの一度、 あのこちらの積分のようにあのダブルインテグラル d というふうにして積分領域であの積分区間を示していきたいと思います。ここではね t はえゼロから無限まで積分してください s も s から無限まで積分してくださいと分類分類あの分割されてますよねはいそうなんですけどもこれからはあの積分領域としてこの領域で積分してくださいというような形であの考えていきたいと思います。 これはもう二重積分の特徴ですね、はい。二重積分ではこういうふうに領域で規定されますけども、はい、そうするとあの、こちらの式は、まあ、こちらのような感じで、より簡潔な形になります。はい、ちょっと疑問がまたあいてきちゃったよとな。なぜ、なぜここまで整理されているやつをあえてまた積分領域のような形で表すんですかと、はい。いい質問ですね。それはですね、なぜこんな形にするかというと、ここからあの1つ。 またちょっっととテククニックを使っていいこうという,ふうなな、えー、理由になるんですね、はい、どういうことをしようかというところなんですけども、皆さん、今の時点はちょっと再確認しましょう。二重積分のこちらの積分領域はどうなっているかというと、S は0から無限まで積分してください。T も0から無限まで積分してください。ということなんで、横軸を S、縦軸を T と取ってあげると、このグラフでいう第1象限部分、これすべてが積分領域だというのを意味しているという話ですね。ははい、まあ、これはそう この式が表してますけども、よろしいですかはい、この、えー、と第一小言部分、ここを全て積分してください。これが積分領域ですからねというのを示しているわけです。はい、まあ、これあのあ直行座標ですね。直行座標で表すとこんな形。で、あの一応言っとくと、こちらの括弧の,の,の方ですけども、こちらの積分は、 何を言ってるかって言ったら、まず t は、ここ dt って外にありますよね。で、中が ds がありますから、まず t というのは固定してあげて、中を積分してあげてくださいよという話です。この波格弧の中身は t 固定で積分してあげましょうと。で、それ出てきた答えを今度は t で積分してあげましょうという話ですね。まあ、それが普通の二重積分の解釈の仕方になります。これ、皆さんよろしいでしょうかね。 はい、最初は S で積分してあげていいよと。でもその代わり後で T で積分してあげてねと。逆でも結構ですね。T で積分してあげて、あとで,後で積分 S で積分をするというのでも構いません、はいまあ。ということを意味していますが、ここでですね、ワンポイントテクニックとして何をするかというと、皆さん、極座標って覚えてるでしょうかね。座標の規定の仕方あの一つですけども、今までの直行座標で、 何カンマ何、2カンマ3、5カンマ4みたいな形で直行座標で表すのではなくて、こちらの同型と呼ばれるまあこの線ですね、まあ、点をまあ打ってあげてもいいんですけども、えっと、この同型の長さと大きさとこの変角という S 軸からの傾きの量、これで座標を規定してあげようと。これでも座標って規定できますよね。極座標もご存知の方はいいんですけれども、一応再確認のためにお話ししておきますが、 この変革とこの長さ、同型の長さを規定してあげれば、ちゃんと座標って求まりますよね。あの長さとしては2。で変革30度傾いたところの座標を求めてください。あ座標はいくつですかとかって形で座標をもとあの得ることができます。でもこれは極座標になりますが、この極座標を導入しましょうという話です。はい もういちいち疑問が湧いてきちゃうけども、なんで極座標を導入するんですかと思うかもしれません。あのそれは結論を言うと簡単になるからです <laughs>、はい。それにつきます。この直行座標でゴリゴリ計算していくのめんどくさいんですけども、あの極座標を導入することによって、すごいシンプルに計算ができます、はい。もうこの後に控えてる計算は大したことありませんので、皆さん安心してください。言いましょう。で、どういうふうに極座標に変換するのというと、 S, s は r c o s タと置きましょうと。r c o s タよろしいですかこの直角三角形という風に見てあげたときに、r という斜辺に c o s タかけてあげたら横軸の長さ s が出てきますよね。で、同じ要領で縦の長さ t も r サインシータをしてあげれば計算できますよね。はい、もうこれは高校の数学で勉強することですけども、これで皆さん理解できたでしょうかね。s イコール r c o s タ T とく理由です、はい、でこれでまあ計算をしていけば、もうあとはポンポンポンと求まります。で、まあ、これから計算していくんですが、ちょっとその前に一言だけあの付け加えたいことがあってですね、こちらの式ですけども、このダブルインテグラルのところの dsdt というあの変数、積分の変数を規定するところ、これはです、ね、あのよく速度なんていうふうに言われます。 あのーまあ、計測の速にどうですね、あの速さではありません、あのスピードとかベロシティの速度じゃなくて、ですね速度、メジャーですね。はいですあのー、要はあのー、面積とかを規定できますよね、この DSDT って。あのーまあ、縦、横を S、縦を T と言いただけたので、これって S×T なんで、まあ、要は面積を規定しているわけになります。まあ、こういった量、速度なんて言います。であとは r、DR、d r d た R っていうのはこれ、積分変換すると出て、変数変換すると出てくるものですけれども、単純に R と θ だけで考えた人もいいですが、こちらもですね、こういうふうにあの面積とかを規定できる量ということで、まあ、速度というふうに言われます。まあ、実はこんな単純な説明じゃダメなんですけれども、あの厳密にはあの数学の一分野で、速度論というのがありますので、詳しくはそちらをご確認いただければと思います。あちなみにもう一言だけ加えておきますと、この 領域 D の D っていうのは、あのドメインの略,の略です。D というのはね。あのよくねあの、地区とかっていのは英語ではディストリクトとかって言いますけどね。ワシントン DC の D もあれ、ディストリクト・オブ・コロンビアの略ですけども、これはドメインの略ですね。あの生物とかではあの、生物の分類で使われますよね。ドメインって、最上位の,あの開門校も家族集というふうに分かれますが、その上のドメインです。 あこれは余談でした。さて、えー、ですけども先ほどの,あのダブルインテグラで書かれた DSDT のところを R とシータを使って極座標を表示してあげました。そうするとこちらになります。詳しい説明ははみむきますけども一応ここではですね、まあ、テクニックとして三角比の相互関係 cos2 乗と s2 乗を足すと1になるよというこの性質を使ってます。そのためあのこれだけシンプルな形になりました。 シンプルじゃねえよと思うかもしれませんが、これでもシンプルした方なんです。ごめんなさい。はい、で一応、これで簡略化した式が得られまして、さらに、えー、っと今ね、D という積分区間、あ積分領域で示していますから、分かりづらいので、ちゃんと R とタの変域を計算あを求めてあげて、あの二重積分を計算しましょう。 そうすると、まずシータなんですけども、シータの変域はどこからどこまでというとこなんですが、単純に第一証言を表している。第一証言というのは0度から90度まで回転しますよね。よろしいですか第一証言の部分を全て網羅しようとしたときに、この、 同型が0度から90度までくるるるるるっと傾けば、一応、第一証言は全て網羅できますよね。まあ、ということで、シートの変域が0度から90度までを意味するので、積分区間は0から2分の π を表していますよと。でもって、あのー、R の方はですね、もう長さとしては無限大まで伸,ば伸びていただかなくちゃ困っちゃう。なぜかというと、S も T も今までだったら0から無限だったわけなので、無限円まで、 の長さを対応するためには、R の長さも0から無限まで飛んでいただきますよという話です。こちらはだから変わらずかあ、0から無限という話になります。このね、あの積分領域から積分区間への,あの変換の仕方、書き換えの方仕方はあのよく練習しておきましょう。で、えー、まあ、単純にあの中身は先ほどとは変わっていません。で、これを計算していきましょうという話ですけども、まずこの あの非積分関数ですね、えっと。この中身なんですが、これはですね、あのもうちょっとばっかし、R は R、E は E、三角関数は三角関数というふうに整理をしてあげますと、こんな形になりますね。R の 2x たす2 y く1乗かけ E のマイナス R2 乗乗かけコサイン2 x く1乗かけシータサインシータの2 y く1乗というふうになります。 ということでですね、まあ、これら、こういうふうに式変形ができるという前提に立って、えー、もう一度改めて r は r、シータはシータというふうに整理してあげましょうと。この式をね。はい、そうするとこんな形になります。r は r、シータが含むものはシータの方に放り出してあげますよという話です。もう、の r の方で、r が含まれるこの積分の中においては、 シータは定数も同じですからね、別の掘りき出しても変わらないよという話ですから、こうなります。はい。もうあのこの辺は解説いらない、自分で自力で解きたいという方はですねあの、パンパンパンと解いていただいて結構ですけども、ここでちょっと解説していきますね。はい。で、先ほどのように R とシータを分割してあげました。で、続いてどうするかというとですけども、R の積分とシータの積分をさらに分割しちゃいます。で、 さっきはインテグラルの前に4がかかったんですけども、その4もあの互いに2ずつ分けてあげます。そうすると、2インテグラル0から無限 e のマイナス r2 乗乗かける r なんちゃらかんちゃらかける2インテグラル0から2分の π なんちゃらかんちゃら dθ というふうになりますよね。はい。積分をもう完璧に分割しました。そうすると、なんか見えてこないですかそうなんですよ。こちらの前の積分って、 このスライドの最初の方で言ってた式1.22なんですね。つまり、これはガンマ X たす Y をまあ意,味し意味しているよというところなんです。で、えー、続いて、こちらなんですけども、こちらの積分はですね、あの前回の,あの以前の出した課題、エチュードで出したあの式1.19を そのまま意味しているわけなんですね。まあ、ということで、ですねこちらは βxy を表しているということで、そうなんです、もうほとんど証明終わりですね。ガンマ x、ガンマ y イコール、ガンマ x たす y、βxy というふうになりまして、β は、ガンマ x たす y 分のガンマ x、ガンマ y というふうになります。はい、これでまあめでたしめでたしと、証明終了という流れになります。 いかがだったでしょうか、えー、ちょっとねあの、まあと、しょうがないんですけどもね、特殊関数の証明はちょっとヘビーですのであの、一つ一つちょっと段階をね、踏んどいて、まあ、こんな感じになるんでしょうと適当に飛ばさないでですね、ちゃんと一つの手順を丁寧に進めていってください。あのもう分かるようになったらね、飛ばしてもらって結構なんですけども、あのまだまだあのちょっと理解が及ばないっていうときはですねあの、一つの手順を忠実に追っていってあげればと思います。 はい。ということですね、えっと、今回のエチュードで終わりましょう。えっと、今回はですねあの、シンプルな問題にしました。えー、この括弧1番、カッコ2番、この2つのベータの値を求めてください。えっとまあ、前編の方でね、解説したあまあ問題がありましたけども、あんな感じで,です、ね、解いていただければ、あのそんな難しくなく解けるんじゃないかなと思いますので、チャレンジしていただければと思います。次回の講義冒頭時に答え合わせをします。 はい。ということでですね、今回の講義は以上となります。いかがだったでしょうか小さな疑問だったとしても、そのままにせず、完璧に理解した上で、次へ進んでください。このチャンネルでは、このように高校から大学教養レベルの様々な講義をお届けしています。よろしかったら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。次回は、ベータ関数の全化式の講義をお届けします。それでは、また次回お会いしましょう。さようなら。